メボウキは、ヒソカメボウキ族の多年層である。日本では越冬できないので一年層として扱われる。英語由来のバジル、イタリア語由来のバジリコとしても知られる。中国語名は、ラロク。インド、熱帯アジア原産のハーブである。バジル並びに、バジリコの名称はいずれも、王を意味するギリシャ語の、ベータアルファシグマイオタラムダイプシロンに由来する。バジルと呼ばれるハーブには、 オーベシリカム以外の種に由来するものも含め、およそ150種類の栽培品種がある。香りの主成分は、メチルカビコール、リナロール、シネオール、オイゲノールで、刺激性は低く生でも食べられる。メボウキの種子を水につけると、グルコマンナンを多く含むためゲル化する。和名のメボウキは、このゲル化した種子を、目のゴミを取るために使ったことに由来する。イタリア料理においては、甘く、 フレッシュな方向で、パスタやピッツァ、サラダに、ソースに活用されている。バジル、バジリコあるいは、スイートバジルと呼ばれている。バジルの栽培品種、禁煙種、雑種には、レモンバジル、ホーリーバジル、タイバジルなどがある。日本においては、有名メーカー製の家庭用乾燥ハーブが、バジルと称される一方で、産地及び料理から、イタリア語の故障、 バジリコが使われることもある。ドライにしても楽しめるハーブで、カロテンやビタミン E のほか、ミネラル分も豊富。熱帯アジア、インド原産のため寒さに弱い。植え付けは気温が十分に上がる5月が適。品種によって30センチメートルから150センチメートルまで成長する。葉は濃い緑色、卵型であるが、栽培品種によって様々な大きさと形をしている。 太い直根性の根を伸ばし、花は小さく、白色である。栽培品種によって、精油成分の比率は異なるため、バジルの香りは様々である。ヨーロッパの品種の精油は高濃度のリナロールとエストラゴールをおよそ3、1の比で含む。その他の成分は1、8、シネオール、オイゲノール、ミルセンなどである。スイートバジルのクローブコはオイゲノールに由来する。 メボウキの正確な分類は膨大な数の栽培品種、その多形性、メボウキ族の多種や種内での頻繁な竹受粉のため、不確かである。アセメムベシリカムには少なくとも60の品種があり、これがさらに分類を複雑にしている。ほとんどのバージルは、スイートバジルの栽培品種である。メボウキ族のいくつかの多種を含む、その他複数のバージルが、 アジアの多くの地域で栽培されている。アジアのバジルのほとんどは一般的に地中海のバジルよりも強いクローブ様の香りを持つ。最も特筆すべきはホーリーバジルでネパールでは民族の植物として敬われている。レモンバジルはその他の品種とは大きく異なる強いレモン様の匂いと風味を持つ。これはシトラールと呼ばれる物質を含むためである。 インドネシアで広く使われる。現地では、ケマンギケマンギと呼ばれ、魚やアヒルの揚げ物の添え物として、生のキャベツや、サヤインゲンキュウリと共に生で食べられる。花はピリッとした風味のあるサラダの薬味である。絵画に描かれた、バジルバジルは、アレキサンダー大王によって、インドからヨーロッパに伝えられたとする説がある。イギリスには16世紀に、 アメリカには17世紀に土来している。インドでは、ホーリーバジルが、クリシュナ人とビシュヌ人に捧げる神聖なハーブとされる。またバジルは、ペルシャ、エジプトでは墓に植える草とされていた。バジルの名称は前日の、王を意味するギリシャ語の、ベータアルファーシグマヨタラムダイプシロンに、由来するという説のほか、伝説上の怪物バジリスクに由来するという説もある。 ただし怪物バジリスクの名称も元はギリシャ語のベータアルファーシグマヨタラムダイプシロンに由来している。歴史的に見てとてもよく知られているハーブであり様々な儀礼や迷信と結びついている。昔のインドでは葬儀の際に死者の横にバジルを備えることで個人が黄泉の国へ無事にたどり着けると考えられた。中世ヨーロッパではサソリがバジルを好むと考えられており、 粉末にしたバジルを吸い込むと頭の中にサソリが湧くと信じられていた。バジルの葉バジルの利用法としては、ジェノバ付近で作られるペストジェノベーゼが有名である。日本ではペストジェノベーゼあるいはルジのソースを混ぜ込んだスパゲッティをバジリコスパゲッティとも呼ぶ。バジリコスパゲッティは東京都港区のイタリア料理店、キャンティがまだバジルが手に入らない頃、代用として シソとパセリを使って、ジェノベーゼ風に仕上げたのが、始まりと言われている。現在では日本でもバジルの生の葉や乾燥、粉砕した葉が容易に入手できるため、代用品を使う必要はなくなっている。その他、トマトと相性が良いことでも知られる。新鮮なスイートバジルの葉とモッツァレッダチーズとトマトを、合わせたサラダは、インサラアタカプレーゼといい、イタリアの国旗と同じ配色で、 イタリアを象徴するサラダとなっている。ナポリピッツァの一つマルゲリータも、ピザの生地にモッツァレッダ、トマト、バジルの葉をトッピングしたものである。また、台湾では、ラ・ロックと称されるが、禁煙種で、インド原産のほんのり清涼感がある、旧相当が、圧倒的に多く使われ、ラ・ロックというと、旧相当を指す場合が多い。調理の際にもスイートバジルと同じようにパスタに、 使われるが、主に台湾料理の炒め物や台湾式鉄板焼きに葉が数枚入れられたり、天ぷらのように揚げられたりする。旧相当は、東南アジアでも多く栽培され、タイ料理、ベトナム料理、カンボジア料理、インドネシア料理など、東南アジアでも使われる。バジルの種子バジルの種子はグルコマンナンを多く含むため、水分を含むと乾燥状態の約30倍に膨張し、 ゼリー状の物質で覆われる。食物繊維を豊富に含むことからダイエット、補助食品としても利用されている。日本には最初、種子が漢方薬として輸入された。ゼリー状の物質により目の汚れを取り去る目薬とされ、目防菌の名称がついた。東南アジアとアフガニスタンでは水に浸した種子をデザートや飲み物にする。かつて、 バジルはデザイナーフーズ計画のピラミッドで3軍に属しており、3軍の中でもマスクメロン、タラゴン、カラス麦、アサツ月と共に3軍の上位に属するガン予防効果のある食材であると位置づけられていた。ありがとうございます。